ターボプロップエンジン。ターボプロップエンジン。ターボプロップエンジンとは、ガスタービンエンジンの一形態で、そのエネルギー出力の大部分をプロッペラを回転させる力として取り出す機構を備えたエンジンである。ターボプロップエンジンは主に小型、あるいは低亜音速の航空機用動力として利用されるが、中には最大速度が500ノットに達するような高速機においても適用例がある。ターボプロップエンジンは大きく分けて、空気取り入れ口、エアインテーク、圧縮機、燃焼室、タービン、排気口で構成される。空気取り入れ口から取り入れられ、圧縮機を通過することによって、十分に圧縮された空気は燃焼室に送られ、燃焼室に噴射された燃料が高温の圧縮空気に接して燃焼することにより発生した温高圧のガスの膨張エネルギーは、圧縮機及びプロペラとつながっているタービンを高速で回転させる。タービン軸からの出力は圧縮機を駆動し、さらに減速機を介して、プロペラへと伝えられて推進力へ変換される。タービンを通過した後の燃焼ガスはさらに膨張し、排気口から噴出する際に生じる反動は、エンジン全体が生む推力をおよそ 10% から 25% を構成する。また、今日の多くのターボプロップエンジンは、圧縮機駆動用タービン軸と、プロペラ駆動用タービン軸が別な二軸構成となっているため、圧縮機駆動用タービンの速度に影響されること、プロペラを回転させることが可能となっている。それぞれのタービン軸が最適な回転数で回転できることにより、排気口のジェット噴射に残っているエネルギーは、プロペラ推力を含め総出力の 10% 以下にまで減少する。このように、ターボプロップエンジンは、ターボファンエンジンやギアードターボファンエンジンと類似した機構を持っている。一方、ターボプロップエンジンは一般的なターボファンエンジンとは異なり、プロペラシャフトと出力タービンの間に減速機が挿入されている。減速機が間にあることにより、効率を維持するために高回転を必要とする出力タービン軸とブレード先端速度が音速を超えないよう回転数に制限がある。プロペラシャフトのどちらもが良しみな効率を保つことができる。なお、ヘリコプターのターボシャフトエンジンにおけるローター減速ギアと違い、ターボプロップエンジンにおける減速機はエンジンの一部である。操縦士の等級はターボファンエンジンなどのジェットエンジンと同じくタービンである。ターボプロップエンジンと組み合わせて使用されるプロペラは、初期のものはレシプロエンジン用のものと一見すると似ているが、大きな軸出力を吸収するために、ブレード枚数は一般に倍以上と多く、プロペラ翼面積、プロペラ円盤面積も大きい。さらには、An-70 やT-95 のように二重反転プロペラを採用するものもある。翼平面型は幅広で翼厚比、最大翼厚と翼舷長の比が小さい上、高対角がついていることも多く、より高マッハ数に適した形状となっている。例えば、有名な軍用ターボプロップ機として知られる C-130 では、最初の量産型である A 型では、プロペラは3羽、その後、B 型からは4羽となったが、派生型の C-130J では、出力増大に合わせ6羽ブレードになるとともに、形状、材質が改良されている。また、ターボプロップエンジンは中低速において、他種のターボジェットエンジンやターボファンエンジンよりも効率に優れる。同出力のレシプロエンジンとの比較では、特に低速回転域内において燃費に劣る傾向にあるものの、ある程度以上の出力では、レシプロエンジンの複雑化、大重量化に対して、ガスターンエンジンの簡便、小型軽量、高出力というメリットが大きくなる。そのため、民間では、ジェット旅客機よりも小型のコミューター機やビジネス機に多く採用されてきた。一方で、それらよりさらに小型な機体、単発機も含むについては、過剰スペックで価格面でも不利なため、強力なエストール性やジェット機並みの十分な推力、運動性能、ジェットエンジンやディーゼル車両などとの燃料共通化が必要もしくは推奨される軍用機、練習機や連絡機などを除いて利用は少ない。小型機向けの低出力モデルとしては400馬力級のアリソン250シリーズが多く利用されているが、航空機の操縦に不慣れな初学者のパイロット訓練生にとってはそれでも強力すぎるため、自衛隊の初等練習機 T-7 や T-5 などは、通常の訓練時には出力にリミッターをかけている。飛行速度が増すにつれて、プロペラ効率は低下し、ターボファンエンジンに対する優位性が全くなくなるため、高速度を求められる航空機での採用は非合理的となる。高音速、1000音速域で高バイパス比、低燃費を追求する場合には、ターボプロップエンジンとターボファンエンジンを折衷したような構造を持つギアードターボファンエンジンが導入されることがある。現代的なターボジェット、ターボファンエンジンの多くは軸流式圧縮機を使用しているが、小型化への要求が大きいターボプロップエンジンでは、少なくとも一段の遠心式圧縮機を含む、軸流式遠心式の複合型となっていることが多い。史上初のターボプロップエンジンは、ハンガリー人の機械技師によって設計されたジェンドラスック CS-1 で、ブダペストのガンツ社で1939年から1942年にかけて試作、試験が行われている。このエンジンは、1940年に LSZL、バルガが設計した、総発偵察爆撃機 RMA-1X-H のために企画されたものだったが、RMA-1X-H の計画は途中でキャンセルされた。またジェンドラスックは 75kW 級のより小型のエンジンも1937年に設計している。構造は15段の圧縮機と7段のタービンで構成される軸流式の設計は近代的な特徴が盛り込まれていた。これらには剛性のある圧縮機タービンが全部と後部の軸受けで保持されていた。単体のアニュラ型燃焼機と反転流を取り入れることによりエンジンの全長を短縮したり、空冷式、タービンディスクとタービンブレードはディスクへの熱伝導を減らす減流が見られる。艦上の吸気口は、プロペラ用の減速歯車を取り囲むように配置され、排気口もまた艦上に配置される。最初の地上試験は1940年に行われ、世界初のターボプロップエンジンになった。しかし、燃焼の問題等により出力は約400ビット HP に制限された。1941年にハンガリー空軍が重戦闘機としてメッサーシュミット目210を選択したので開発は中止して工場ではそれの動力ゲルダイムラーベンツ DB605 を生産した。試作された RMA-1 は後に1944年これらのエンジンを搭載した。英国発のターボプロップエンジンは、ロールスロイス RB-50 トレントで、これは、初期の遠心圧縮式、ターボジェットエンジンである、ダーウェントマーク2に、同軸優勢減速ギアボックスと、ロートル社製5羽プロペラを付与して、軸出力750エップ、余剰推力 450kg を発揮した。トレントは、第二次世界大戦終結で余剰になったグロスター。ミーティア海産改造機、民間登録番号 EE227、トレントミーティアと呼ばれたに積まれて、試験を重ね、1945年9月20日に、世界で初めてターボプロップ単独での飛行に成功した。ロールスロイスはこの知見から、信頼性、経済性の極めて高い、世界初の実用ターボプロップエンジンである、当1947年に実用化し、2次、対戦機の各国主力戦闘機のレシプロエンジンと同程度となる1000から2000馬力級の航空機用中、出力エンジンの代替標準になった。ダートは、イギリス本国だけで40年間、外国でのライセンス生産も含めると21世紀初頭に至るまで50年以上にわたって製造された。エンジンの生産終了後もアフターサービス体制は維持されており、今なお多数のダート搭載機が現用中である。最初のアメリカ製ターボプロップエンジンは XP-81 実験機に使用されたゼネラルエレクトリック XT-31 である。XP-81 はターボプロップとターボジェットを併用する初めての飛行機で145年12月に初飛行した。初飛行は1945年12月21日の XP-81 実験機によって実施された。T31 は機種に備えられ、T33 ターボジェットエンジンは胴体後部で推力を追加した。T31 はターボプロップとターボジェットエンジンを併用する海軍の XF2R-1 でも使用された。エンジンはカーチス XC-113 に備えられて飛行試験を行ったが、XC-113 が地上で揺れを起こした後、試験は破棄された。T31 は28機が生産され、どれも量産機には使用されなかったが、T31 で得られた知見は、後の量産されたターボプロップエンジンに役立てられた。ソビエト連邦は4つの同軸反転プロペラを持ち、最大巡航速度が時速 925km。これは多くの第一世代のターボジェット機よりも速く、ほとんどの作戦において、ジェット機の巡航速度と比肩するものであったに達する爆撃機Tu-95を進む空させた。Tu-95はターボジェットに比べて低燃費なターボプロップを採用したことにより、航続性能に優れていたため、高い攻撃能力及び偵察能力を発揮した。さらには、対潜哨戒機型、Tu-142 や、解説系を経て、Tu-114 旅客機としても転用できる、汎用性も獲得した。これらの機体は、ソ連の力の象徴としても評価され、20世紀後半を通じて、最も成功した、航空機の一つとなった。Tu-95 の対抗機であるアメリカ合衆国の、B-52 は計画段階で大出力ターボプロップを機としていたが断念しターボジェットを搭載した後に新型のターボファンエンジンに換装。またアメリカでは1940年代後半から1950年代中盤にかけてテールシッター型の V トール機や同軸反転プロペラとターボプロップエンジンの組み合わせの研究も行われたがいずれも実用には至らなかった。ボーイング367から80が早期に成功したため、大型民間機市場ではターボプロップエンジン搭載機の時代を迎えることはなかったが、YS-11 やデハビランドカナダ DHC-8 などのコミュー機に広く採用されたほか、ロッキード C-130 や L-188 及び同機を原型とした哨戒機 P-3 など、軍用機市場では一定の需要があったため2000年代以降も販売がいている。アメリカにおける最初のターボプロップエンジンは GE T-31 で最も普及したターボプロップエンジンは半世紀以上の実績があるプラット&ホイットニーカナダ PT6 である。2000年代以降はターボファンエンジンの性能が向上しメリットが薄れてきたためターボプロップ機の主な市場であった中、近距離の路線向けの中、小型の旅客機、ミニエアライナーはリージョナルジェットに置き換わりつつあり、軍用哨戒機も P-8 や P-1 など、ターボファン機が後継として選ばれている。一方で、アリソン250に代表される小型エンジンの登場により、小型機への搭載も可能となった。多くの軍では、レシプロ機は、初等練習機のみとなっており、練習機のために航空ガソリンと保管施設を用意していたが、ターボプロップ練習機の導入により、航空燃料をジェット燃料に一本化することが可能となった。初等練習機としてハヤピラタス PC-7 などが多くの国の軍に採用されている。大型軍用輸送機アバス EE400M 向けに11000馬力もの出力を誇るユーロプロップインターナショナル TP400 を新規に共同開発中である。ターボプロップエンジンの出力は軸出力と呼ばれ、SI 単位であるキロワットの他に SHP、シャフトホースパワー、軸馬力や排気水力も含めて軸出力に換算したSHP、イクイビランチャルファットホースパワー、総系投下、軸馬力などが用いられる。1950年代に開発されたTu-95 は現在に至るも世界最速のターボプロップ機である。1960年代頃から現在に至るまで、各国でこれを上回る先進ターボプロップ技術の研究、開発が行われている。手法としては、増大する空気抵抗に打ち勝つだけの出力をプロペラに与えるための大バネ化、二重反転化や、プロペラブレード端に鋼対角を吊ることで、マッハ 0.8 程度の高音速を狙うことが多い。なお、90年代の原油価格の低下や、ターボファンエンジンの性能向上などによって開発が遅れたこともあり、今なお種々の課題が解決されていないT-95と同程度、あるいは若干低速の機体ですら、ターボファンを採用する例が多い。代表的な開発中の ATP に、プロップファンエンジンとアンダクテッドファンエンジンがある。実用レベルに達したターボプロップ機の販売が開始されると、レシプロエンジン機は機械的な寿命を迎える前に燃費や速度面で陳腐化し、資産価値、中古市場での価格が低下してしまう。そこでエンジンをターボプロップに換装して、性能を向上させ価値の低下を防ぐ近代化が提案された。1980年代にはヤベーズラー、ターボコンバージョンなど専門メーカーによる買いが数多く行われた。特に1万機以上が製造された DC-3 はターボプロップ化によるメリットが大きく1990年になっても発表するなど依然として需要が存在する。軍用機では性能向上だけでなく燃料をガソリンからジェット燃料に統一して運用の効率化を図れるというメリットもある。例として P-2 をターボプロップエンジンへ換装した P-2J が製造されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。